いよいよ今年最後になりました。ダラボタヒロシのポッドキャスター、パチ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 。いやー、ちょっと激動の、本当に激動の1年でしたね。2020年、はい、最終日、どうです、もうすぐあと20分ぐらいで年も明けで、いやいや、そんなギリギリでやってないですけどいやでも本当に大変でしたけど、まあちょっとね、なんだろう、最後ぐらいちょっと明るくいきますかね、湯田さん。明るく、はい、はい、任せてください。なんかいい明るい話題が必要でございます。あのですね、まあ毎年やってるんですけど、最後はですね、ちょっと今年を振り返るって意味で、今年のね、一番再生された部門、今回ね、はい、今年はあれじゃん、このコロナで家にみんないたから、あ、そうです、そうです、ステイホームで、はい、この沖縄に上がってじゃん、あ、本当そうです。あの、もっと言うと今年からちょっと上げる媒体を、レディオトークっていうアプリからも上げるようにしたんです。だからもう聞けるやついっぱい増えた割には、あ、増えてるんですよ、再生回数全体的に。ああ、そうですね、はい、はい、でもすごいです、本当に。というわけで、で、例えばね、まず流行る YouTube 部門、 YouTube、 あ、はい、それぞれで違うんだ、違います。1位、第1位発表します。テケ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 テン、今年2月に撮った坂崎由香の、あの東京女子のやつ、2月、はい、コロナ前なんで、そうですね、俺が1月4日に、ああ、なんか学校だけ行って、はい、意外に体ができてる、そう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 、おすごい、佐々木1位覚えてますよ、湯田さん。1位覚えてます、1位って初めて知ってる自分が話したことだからね、一応言われて、ああ、サリーで見に行ったからね、あ、そうです、そうです、これもうダントツ1位です、ぶっちゃけ。誰の体、え、坂崎の体でいいって言ったの。そうです、坂崎由香の背中がいい。ただやっぱりね、まあ、本人がもう何回も聞いたんだよね、喜んじゃっても。あれ、坂崎の悪い、ね、坂崎さんとは面識ある、まあ、面識ある。ない、東京の女子は残念ながら、社長の高木三四郎社長ぐらいです。あ、そうなんですか、珍しい。へぇ。そんなにちょっと俺、全体的には。あ、そうでしたっけ。ああ、そうです。でももう大家族っていうか、やですか、ね。年間で役割したんじゃない。はい、ああ、そうですよね。え、一応も元笑い芸人ですから。あ、そうなの。鍋込みさんらしいんですよ。ウィキペディア調べたんで。なんで一緒になんかオーディション受けたとか。いやいやいや。らしいですよ。スクール生だったんですよね。全部情報も。それで全部聞く。ウィキペディアの間に受けるな。あ、いや、そうです。ああ、そうだな。でも、すごいです。本当に、やっぱり東京女子が本当に、再生されてます。東京女子ってワードで。ああ、やっぱりそういうのに、YouTube と合うんじゃない？ああ、そう、あ、かもしれないです。で、第2位がですね、俺もね、これ、あの、何月か覚えてないですけど、棚橋さんの思い出を語った、ああ、それコロナの自粛中だよ。あ、そうでしたっけ。だから、花の試合で柴田戦だろうね、はい、あ、そうです、そうです、そうだと、なんか、あれだよ、中野坂上の、あ、あそこで撮ったやつか、あれのうるさい、あー、そうだそうだ、これが第2位です。別にこの1位、2位が抜けてて、あとは、あの、軒並み普通とかね、なんだかんだ、ちょっとプロレスの話が、あー、そうです、そうです、割と、もうプロレスの話にしてる回の方が多いと思ってる、あー、そうです、でもよかったです。もう田中さんのやつがやっぱ入ってくれたんでね、助かりましたよ、ね、はい、そうですよ。で、レディオトークっていうのが、今年の9月からそっちで配信始めたんですけど、そっちのランキングはですね、もうぶっちぎりで、あの、竹下さんの話したやつがもうぶっちぎりで再生されて、その竹下がもう何回も話してるの、アイマングループが若いところから、ね、でも多分竹下さんがレディオトークやってるんですよ、実は。本人もやってるんで、関連トークみたいなのが出てくるんじゃないですかね。すげえ再生されてます。それはちょっとなんかパッと出てこないね、何の話。いやいや、俺が秋山さんに負けたのが許せないって、はい、最近のやつです、許せないっつって、はい、一不安、そう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 、なんでそんなにこだわってるのかと、そこに、いやいや、では
ゲストの、はい、ジムとかの考えとか、それだけじゃない気がする。あ、そうですね。いや、まあ本当に正直言いますけど、強い、背も高くてね、筋肉ムキムキで若くて動きも良くて、まあ俺的には顔も良くてね、もう火の打ちどころがない素晴らしいレスラーと思ってるんで、それがまあちょっとね、もういやもちろん秋山さんもさすがには50過ぎたですからね、いい加減っていうのはちょっとあったり、なんかあるんですよ、ね、でも足りないところがあるっていうことで、それは井口も言えるけど、あプロレスっていうのはそんな簡単、まあ簡単じゃないよ、体とかなんですけど、はい、それだけじゃないっていうことを、まあ、じゃあかといってっていう話になる。なるほど、いやこれだから深い話なんですよ、意外とこれが武藤刑事に負けたらどうだろう、秋山は全然よく怒ってるじゃないですか、もしかして。いやいや、でも俺は秋山さん好きですけどね。でもベテラン選手に若いって我々の秋山を負けるのが納得できない。いや、でもさ、で、まだ俺竹下ってベテランだと思うんですよ、もうデビュー相当早いんで、うん、まあでもまあまあキャリアはね、そうですよ、信じられないぐらいキャリアある。で、あれ、そう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 ですからね。まあそれも勘が見てないですかね。そんなにそういう差もないはずなんで。いや、俺ちょっと思っちゃいますよ。もう歴史もあるでしょ。竹下の歴史っていうのも。どうですか。またそれが1位だったことで、その話をもう一回ぶり返すコーナーなの。いやでもちょうどあるんで。え、ちょっと12月27にね、うん、秋山さんと DO 行かないでしょいや行けないんですよ、いや行けないんですよ、私は鳥取から帰ってきてる。いやいや、先輩の忘年会なんです。昨日まで、昼間、あ、そうでしたっけ、昼間ですか。あ、じゃあちょっと見てみますか。昼間じゃあもしかしたら本当に回ってくるの、はい、ちゃんと、うん、やっぱりね、普段の一人一人の熱い気持ちが届けば、はい、いや、ほんと届いてほしいですよ。あ、確かにね、言うはずの通り、なんで俺こんな熱くなってるのかもよくわかんないですけどね。そうだね、普段そんな珍しいことじゃない。ああ、まあ、そうだね。あ、まあ、もう清宮が武藤に負けたしね、今年で。ああ、まあ、その、まあ、清宮のキャリアは浅いけど、うん、でも俺、清宮もすごい好きなんです。あんま巻き通してないです、ね、そういうところを通っていくのが、あ、まあなんとなくプロレスからトップの道に、まあ通んなくてもいいんだけど、ね、連戦の連勝という基礎っていうのは、まあでもそれを崩すっていうのはあんまりないです、岡田とかそういう。ああ、まあそうか。いや、ちょっと前哨戦がしつこかったんですよ、DDT さんの、まあ長かったね、俺もういつまでやってんだこれと思ってたのってイライラしてたんで、決まってたな、そ, そうです、もういつもなんかシックスメンだとかタッグとかで暇だから毎回言ってるからそうそうそう、もういいよと思って、まだやってんのかよと思って、でやっと大田区で勝つんだろうと思ったら負けるしっていう、まあそれもありますけど、もうというわけで、あ、ちょっとね時間も来たんで、でもどうですか、もう今年は本当にちょっとね、あんまり本当はね、イベントやれるつもりだったんで、もう来年で持ち越しできますかね、来年、まあ東道館みたいな、はい、何回突破とか、あ、でも、もう5年くらい経つんだ、前回なんて第50回なんですよ、50回一応記念ですよね、50回ですねまあまあ、はい、まあでも節目は節目、節目ですよ、100回なんか50回記念ってなんか、ね、そうですよね。いや、伊沢さん良ければもう無理やり5年くらいやってるんですか。あ、そうです、いや、5年もやってると思いますよ、リアルに、まあ、小規模はね、今やってたりするけどね、じゃあやっぱ東道館ちょっと動いてますかね、じゃあレディーシーレディートークだけでレディートークね、レディオとレディーシー、そうですね、じゃあそこはちょっと動きましょう、本当にちょっとね、今のレディオトークだから、はい、レディーって呼べば、ああ、レディーシー
そうですね。僕スターダムはちょっとね友達もいるからちょっと聞いてみますよ。じゃあとりあえずレディオトークで生だったら呼べるんでこの場合は声だけですけどね。まあ電話みたいなもん。あ、そう、まあそうですね。電話でもまあ、そう電話でもいいじゃんみたいなことがなんか今風になってどんどん。一回やったじゃないですかって、覚えてないかもしれないですけど。ああ、それも今年だっけ、はい、マジシャン。あれ大失敗で終わったね。ほとんど放送して。マジシャン？はい。いいな、いいな。あれ、あれ最下位。はい。最下位。最下位どころじゃないですって。もうほとんど、めちゃめちゃ再生されて。3ぐらい。はい。あの、大谷会長その人に書いて。めちゃめちゃ再生されてないです。え、あと誰だっけ、もう一人知ってる人だって。出ましたっけ、あれ、森谷さん、うつなかったっけ。あ、森谷さんのやつはここで流した。あの、あの、あ、そうです、そうです。いいなだけです。マジックで消してたんじゃないの、聞いてる人たちを。ちょっといいなはちょっと大失敗に終わりましたね。もうじゃあ幻の。あ、そうですね。レディオトークで、ちょっとゲストの人呼んできて、ちょっとずつやっぱり動かないとね、ダメですよ、本当に。まあそういう感じですかね。それ頑張っていきましょう。とにかく YouTube と、ポッドキャストと、レディオトークと、3つでね、あの配信しております。はい。今後ともよろしくお願いします。じゃあ本当に今年はお世話になりました。それじゃあ最後に、ポッドキャストを聞いてくれた皆さん、愛してます。